皆さんこんばんは、ジョネトラダムスフライデー、今週も人類滅亡、はい、はい、ということで始まりました。いや本当にね、はい、人類滅亡するかと思いましたよ。そうですね、月曜日4500円安、すごかったですよね。あれ月曜日だったんだね。まだね、今日金曜日ですけど。そうなんです、マンデーだったんですね。マンデーです、マンデー大暴落、はい。そしてシューズで爆上げ、はい、そうなんです、徐々に上がってきてますよ、また。そして、はい、ウェンズで、はい、ウェンズで原因判明です。原因判明ですか、はい、おいしょおいしょよいしょよいしょですか、よいしょ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 、はい、いいですね。中大附属体操っていうのがあったんですよ昔。あ、そうなんですか。はい、僕中央大学附属高校なんですけど、はい、中大附属体操で、そこで体操でね、天突き運動ってやるんですよ。よいしょーって、よいしょ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 、もうマスゲームみたいな、北朝鮮みたいなやつやるんですけど、皆さんでやるんですね。最近中腹体操ないらしいです。そうなんですか。昔もうすげえ声、スパルタ指導でよいしょよいしょやらされてね、で月曜日、どういう時間にやるんですかそれは。体育の時間にね、みんな体育祭の前1年生でやらされるんですよ。そう、大変ですね。そうで、先輩とかに、あ、まあ下手くそーとか言ってなんか揶揄されるの。そんな下手くらいの手を挙げて、パワハラ体操なんですけど、はい、いや月曜日パワハラ大暴落。そうですね、お衣装を要求された方、本当、はい、ご愁傷様でございます、はいはい。あの原因がですね、判明したんですね。何でしょう。あの日本ジャーナルでも、まあ、解説したんですけれども、はい、エンキャリートレード、エンキャリートレード、略してエンキャリね、はい、これのポジションの、大量解約、はい、大量回収、解約なんです、まあ、巻き戻しですね、はい。エンキャリートレードって何かというと、円で借りて、はい、ドルで運用する、まあ円、まあ、ドルというか外貨で運用する、はい、日本の金利が安くて海外の金利が高い時にできる取引なんですよ。はい、で金利差がどんどん開くってなると、はい、得なんですね、早めにやった方が、はい。なので、まあ、今年の、まあ、1月ぐらいから、はい、エンキャリートレードのポジションがぐわーっとこう増えてたのね。なるほど、幅が広がってましたからね。あの具体的に言うとですね、日本の、長期金利、はい、まあ、例えばじゃあちょっとちゃんとした数字で言いましょうか。お願いします、ちゃんとした数字で言うとね、はい、例えばあの、債券価格ね、はい、10年もの国債の利回りで比較しましょうか、はい。今日本の10年もの国債の利回りってほら0.865 でしょ、はい、でアメリカの10年もの国債って 3.992 ですよ。そうですね、でしょ、だから 1% 未満と 4% なわけ、はい、だから 0.865 で借りて、はい、まあ、3.992、まあ、だから 1% で借りて 4% で回す、ね、なるほど、ね、運用するって考えてます、はい、その差額の 3% 取れるじゃん。そうですね、利益ですね。でしょ、だから、100億円借りたら、はい、来年金利1億円払わなきゃいけないんですけど、はい、それをアメリカで運用すると、4億円儲かってるわけですよ。すごいことですね。じゃあ実ね、はい、あの 4% ですから、はい、ということは差し引き4億円の利益ね、あの金利をもらって1億円の金利払えばいいから、3億円もうちょっと儲かっちゃう。無から有を作れます。すごいですね。でしょ、誰これに100億貸してくださいみたいな、はい、なりますよね。で貸して貸してって言って、はい、借りてみんなあら円からドルにドル転するもんだから、はい、ドル買うでしょ、はい、円売るでしょ、そうです、ね、どんどん円安になっていく。なるほど。それでダダダダダダってこうポジション積み上がって、はい、でこれ永久には続かないですよ、はい、そうですよね、うん、日米金利差が 4% あ 3% も開いてるからこうなったんですけど、はい、これが 2% 減るかもしれないってなった時にみんな不安になるじゃないですか。そうですね、やめとこうかなと思って売るやつ出てるんですよね、はい、利益がなくなるかもと思いますよね。そうそうそう、そうするとこうちょっと崩れ始めて、はい、でそれが一斉に崩れるとこの間みたいなことね。なるほど、一斉に崩れたんですね。一斉に崩れる。でなおかつあの私のようにですね、はい、FX やってる人は、25倍借りてるわけですよ。なるほど、なんと危険な。6万円、ね、6万円ぐらい払って、はい、で100万ドルのポジション作るのね、はいはい、すごいですね。1億5000万円ぐらいポジション。そうなんですか。そう、とてつもないですね。確か確か、あ違う、そうかな、6万円払う、あごめんなさい嘘です、1万ドルです。1万ドルでした。1万ドルでした、はい、はい、だから6万5千円払って150万円ぐらいのポジション作るんだ。間違えた、大嘘言っちゃいました。そんなに作りで。そうですよね、それレバレッジ2500倍とかだろ。無理無理、25倍なんで、25倍です、ね、25倍なんで、はい、はい、なんででもすごいことですよね。そう、6万5千円で150万円ぐらいのポジション作るので、はい、怖いですね。そうすると、まあ、円高になって、はい、そのまあ、だから1ドル160円で買ったやつが1ドル150円になると、はい、なんかとんでもない損失じゃん。そうですね、でしょ、はい、でだから10万円ぐらい損するでしょ、はい、でも証拠金6万5千円しかないから、これもうあの蒸発しちゃうじゃん。そうですね、だあすいません証拠金足らないんでお願いしますって言って追加で取られるんですね。そうそう、それがあの追加保証金、略してお衣装でございます。こちらですね。これでございます。いやー、恐ろしい。もうよいしょーって言ってる場合じゃないですね、もう。でこれ払えないとなると、はい、あ、じゃあすいません強制反対売買でってことであのクローズされちゃうんですよ。そうなんですか。ポジション、あら、そ
そうだからもうああっていう時にもうババババババってロスカットルールとかで、はい、まあ大体ね、そう大体損失がだからあの 100% に達する前に8割とか7割で切られちゃうのね、はい、なるほど。でもありがたいですね、切ってもらった方が。でも今回みたいに根が飛ぶと切り切れないんですよ、玉がなくて。反対売買やってももう そこにもう玉がないんで、はい、そうするとマイナスになっちゃったりする。そうですよね、その場合は払わないといけない。そう、はってみたらマイナス2000万とかなってたりする。いやーもうどうするんですか。そう、うわーってそんでパニック起こって、はい、そんであれです。なるほど、はい、パニックになりますよね、はい、それは。月曜日はだからどうもお衣装祭りだったみたいね。そうだったんですね、うん、そうなんですよ。だから日本がね、だから上田総裁が利上げをして、その後記者会見で利上げに前のめりみたいなに、ねはい、ね、なったんで、それでデフレに戻ると思ってね、みんな売ったんだとか言ってた人いらっしゃったんですが、はい、 そうですね、そうなんですかね。そうではなかったようですね。そうなんですかね。なるほど、違うと思うな、はい、どうなんだろうなということ で、はい、まあ、私はまあこれ円キャリー巻き戻しだなと思ってるので、はい、なるほど。そう、もうすごい巻き戻しが起こったんで結構解消されたと思うんですけど、はい、そもそもねこのね円キャリーのそのまあポジション、はい、巻き戻し、もともといくらあって何パーセント巻き戻されたかっていうのはね、はい、誰にも分からないです。分からないんですか。これいろんな人が適当なこと言うんですよ。まだ残ってるとかね、はい、いやもうほとんど終わったとか言うんですけど、これね、竹中正治先生、はい、龍谷大学のね、ちょっと今回ボーラーでちょっとだけ連絡取ったんですよ。そうだったんですね。でその後竹中先生のフェイスブックも見てるんですけど、はい、これねいろんな人がいろんなこと言うんだけど、はい、本当の値段はね誰にも分かんないらしいです。いやー、いくら残ってるか。そうだったんですね、はい、竹中先生だってもともと為替ディーラーやってた人がプロなんで、ですよね、はいはい、しかもこのね80年代のインフレ相場してる人って非常に貴重な体験を持ちなんですよ。そうですよ、ね、なんで、まあ、アメリカにもいらっしゃいますから、ね、アメリカの、そう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 、はい、ニューヨーク駐在でねそれずっとやってて、まだだからインターネットとかない頃にやってたんで、本当にそのね市場のこう原理原則をよくお分かりの方なんで、はい、いわくですね誰にも分かんないそうです。プロでも分かんないって言ってました。そうなんですね、うん、でね、シカゴの IMM だっけ、なんか一応そこでまあ公開されてるポジションあるんだけど、はい、それ自体がすげえごく一部らしいんですよ。まだまだたくさんあるんですね。そうだから、そこで何パーセント解消されたっていうのを持って全体がそうだとも限らない、はい、そこは平均値だとも限らないし、まあ、分かんないけど、まあでもまあそこで推計するとまあ半分ぐらいじゃねみたいな、まあ、分かんない時は半分ってやっておくのがね、はい、基本なんで、大体半分推計するのも基本なんで、はい、まあ、これで半分ぐらいいったかな。なるほど、いったんじゃねえかと、はい、で残りはどうなのと、このままホールドなのと、そいつらも解消してくるのって、これもまた誰にもわからない。そうですね、わけですよね、はい、で逆に言うとそのホールドしてる人ってのはどんな人たちかというと、はい、私です。おお、はい、持ってらっしゃるんですね、はい、だから海外 のオルカンとかに投資してる人って、はい、実演キャリなんですよ。あ、なるほど、そう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 、うん、だから僕海外投資してるでしょ、はい、実践キャリーです。でポジション解消どころか、はい、俺買いましたよ僕今回。すごいです、吉田さん買ったじゃん。たくさん買いました。渚の KKD 行きましたよ。金曜日もですし、うん、月曜日ももちろん行きました。午前午後両方、はい、すげーなー儲かったよね。そうですね、嬉しいですね。さ、あの時だって俺YouTube でもね、はい、平場でですよ、はい、平場ででも売らん方がいいよと、はい、買った方がいいよって言ってたのにさ。そうですよね、まあ皆さんね、はい、いろんなことをおっしゃってましたけど、はい、まあ、結論は出ちゃったかな、ね、はい、うん、ということで、まあ円キャリの巻き戻しということはですね、はい、まあ、日米の経済ファンダメンタルズ、まあ、そんなにだからね、言うほどだからこの株価の過大評価過小評価ほど、はい、まあ、悪くもないし良くもないと、そうですね、うん、いうふうには言っておきたいなと、はい、あとなんかほら実質賃金がなんかねプラテンしたんでしょ次に。そうだったんですね、うん、だから俺言ったじゃん、物価が上がってその後こうね給料が追いついて、でまた物価が抜かして給料が追いついて遅れてくるんですよね。こういう感じです、はい、こうなんですね、こういう感じです、はい、はい、スワンボートのペダルみたいな感じでこう行くのが、これがインフレ経済なんで、そうなんですね、だ一発目の物価上昇ボーンとあって、はい、これがまあ結構大きかったんでなかなか給料追いついてもらったんですよ。やっとこれが追いついてました、ね、だちょっとね給料追いつきとくってね少し経験が後退局面になるもんね。あ、なるほど、そうそうそう、物価がそんな上がらなくなるとか場合によってはちょっと下がったりもするんですよ、はい、でそこでこう一気にみんな豊かになって、はい、お安くなったなってうわーって買うじゃん、はい、そうまたこう足んねーって言うと足ねーって、ね、高くて買えないって言うと給料上がってきて、おーまた安かったってこういう感じ、いい循環ですね。そうそう、これですよ、はい、こう物価と賃金の好循環ってね、はい、日銀が言ってるのはまさにこれ好循環です。そうそうそう、はい、だこれがまあ今起こり始めていると。で上田総裁の記者会見もね、はい、なんかもうみんなで曲解して100入ってるけどバカだなと思って、こういうのが起こるんだったら、はい、だったら中立金利上がっていくので利上げしますねって言ってるだけの話でね、はい、
ね、で火曜日にね内田副総裁が会見して、はい、いや市場が混乱してるうちはもうそんな利上げなんてしませんって言ったのは、はい、一応あれリップサービスなんですけど、最初から上田さんの議事録よく読めと、はい、お前が曲解してさ連続利上げとかバカなこと言ってるだけだと、なるほど、頭おかしいちゃんと読めみたいな、はい、なんかこう、ね、そう悪いやつだって決めつけてさ、はい、読んでるわけですよ、はい、なんか被害妄想っていうかさ、ちょっとやめた方がいいですよ、はい、そういうのね、まあいますよ業界には、いろんなね、はい、市民の皆様がプロフェッショナルな、いろんな当たり屋行為みたいなことやってる人ね、はい、いらっしゃいますよ、はい、いらっしゃいますけど、ちょっと金融政策の当たり屋はさ、そうですね、やめた方がいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、でなんで私これ言ってるかというと、私はいつも言ってますが、はい、言ってる通り買ってますですね、はい、はい、なんでたくさん買ってらっしゃる、そうだから私の言うこと聞いて買っちゃったり売っちゃったりする人いるかなと思ってるので、はい、これちゃんと責任ある発言しなきゃいけないなと、はい、思ってやってるんですよ。そうですよね。だから私なら絶対やらないってことは言いません。はい。うん、よくそれほら、外資がさ、外資の証券会社とかのさ、本当は売りたいくせに今は買い場だとか言ってさ、ポジションをほら、なんか解消したみたいな、そういう騙しあるでしょ。はい。あれもどうかなと。怖いですよ、ね。そう、そういうのポジショントワークとか言ってるので、そう、なんで自分はね、もうそういうことやらないで、はい、もう誠実に一、ね、投資家としてね、はい、市民投資家としてです。そうですね。市民です。市民なんです、ね。市民です。あ、みんなこれやって、これ忘れて。お願いしますね。今日プレミア配信ですからね、これとね。はい、ね、あ、先月もありがとうございました。本当ですね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に嬉しかったね、緊急ライブもありまして、はい、皆さんから、ね、たくさんこれいただきました。ありがとうございます。今月もこれね、ぜひやっといてほしいなと、ね、みんな儲けたでしょ、これ見てた人は。そうですね。儲かったでしょ、ちょっとね。儲かったらお布施の方が。ありがとうございます。儲けから出してください。はい、儲かってないように出せとは言いません。そうですね。ね、はい、今回、まあ、うまく逃げ切ったりとか、はい、ね、逆にポジションね、うまく作ったりとかね、ね、儲けた人も結構いると思うんで。いいタイミングでしたからね。いいタイミングだったと思うんで、はい、これ本当にね、5年間でね、発生確率 0.3% ぐらいの事象が起こったというか、すごい確率ですね、はい、まあ、しばらくもう来ねえかなって感じですけど、はい、まあ、分かんないですよまだね、はい、戦争起こるかもしれないしね、中東がちょっときな臭いとかね、はい、いろいろあります、怖いですね、分かんないですけど、はい、まあ、そういう意味でね、私はだから自分で勝てる、はい、ね、言った通りやってますから、だから今回買うって言って、俺だってツイッターでも KKD って書いても自分で買ったの、おそう、そうですよね、なんであんまりいい加減なこと言いたくないので、はい、まあ、言わせていただきますと、はい、デフレに戻ると思って売った人、まあ、ご愁傷様です。戻る感じは今しないですもんね。そうですね、はい、まあ、商売やってたらみんな気づくとは思うんですけどね、はい、うん、やっぱり資材とかもね、はい、かなり高いし、そうですね、あと工賃もだいぶ上がりました、はい、はい、であと人手不足は相変わらず続いてるしね、はい、もしデフレに戻るんだったら今慌てて人取んなくていいですよと、どうせデフレ戻ってまた人も取り放題になりますから、はい、みたいなふうに俺言わなきゃいけないわけ、そうですね、ね、はい、そういうの今慌てて仕入れしなくていいですよ、どうせ安くなりますから言わなきゃいけないわけ、はい、絶対そんなこと言えないもん、そうですよ、ね、そんな無責任なこと言ったら、はい、いやいや今のうち取っといた方がいいですよ、うちも取ってますからと、そうですね、ここは嘘つかないでちゃんと言ってるので、はい、実際に取ってらっしゃいますもんね、そうそう、だからまあそういうことはまあやってなくてね、はい、言うのは勝手なんですけど、はい、ただその被害を被る人もいるんでね、そうですよね、支援をしてくださってる方、そう、だから私はだからもう、まあ、やる人いてもいいんだけどさ、別にね、世の中に無責任な人もいるんだから、はい、いいんですけど、いてもね、いいんですけど、私はそういうのはやらないと、はい、ね、やらないというかやれません、はい、そうですよね、はい、自分がね散々そういう人たちに惑わされてね、東京証券取引所大学でもう10年以上留年を重ねてきたんで、はい、はい、もうとんでもない、自分がそういうもう本当ね加害者にはなりたくない、そうです、ね、風評加害みたいなもんですから、はい、なるほど、ね、風評加害みたいなもんですから、はい、とんでもねえなと、なんかあれですよね、福島みずぽたんがさ、なんかその福島のね、はい、広告広報宣伝にこんなに予算かけて、はい、なんでこんなかかってんだとか言ったらしいんですけど、はい、お前のせいだろみたいな、あ、お前が風評加害ばらまいてるからこの予算必要なんだろうとか言って、はい、そうツッコミ食らってたらしいんですけど、なるほど、いや私もね風評加害者にならないように、はい、まあ、気をつけたいなということ、自分で買うのは大事ですよね、そうですね、はい、まあ、今回のゲームほぼほぼ円キャリと、はい、いうことがまあ判明したんですね、はい、判明したので、まあ、今後だから円キャリ解消後の市場をどう見るかと、はい、まあね、結論的に言うとね、これまあいつも私言ってますけど、経済理論通りになるんですよ、なるほど、はい、で経済理論通りということなんですよ、まあ、インフレ、ね、モード、はい、まあ、デフレが終わってインフレモードに入ったら、まあ、中立金利上がってきますから、はい、ね、そうすると金利が安いとですね、アクセル吹かしすぎになるのね、ああ、なるほど、アクセル深すぎるとどうなるか、ね、お金はジャブジャブいっぱいあって、みんな物買いに街に出るんだけど、はい、物がない、大変ですね、はい、値段だけ上がると、はい、ね、物を作れる量は変わらないんだけど値段だけ上がっちゃうということで、はい、これって、まあ、いわゆるインフレ型不況の前触れですよね、はい、で究極までいくともう高くなりすぎてみんな買えないんだけど、はい、もう物の生産量は変わらない、はい、
うん、なんでこれやっぱ適切なところでコントロールするの。ちょうどいいところが難しいですね。そうですね、あの大事なので、だからまあその、中立金利をね、まあ、どういうふうに、まあそのね、まあ、解釈しかつ、まあ、そこにこう合わせていくかということが大事なので、はい、まあ、さっき言ったこのね好循環が生まれる量なら利上げしても大丈夫ですけど、はい、まあ、それがあんまりこれがこうゆっくりとかね、はい、ちょっとこうこっちがこうなかなか来ないとかだったらそれはやりませんよと。なるほど。それがだからケースを見てるんですね。そうそうそう。でそれが内田さんの発言ですよ。だからその経済的なこのやつはこれがなかなかこういかないって、これはこのなんでしょう、でこういう時やりませんよ、それも当たり前じゃないですかと、はい、ね、だから上田さんはこうなったらこうします、はい、こうなったらやります、はい、こうなったらって方しか言わなかった。前提がこうなんです、ね、そうそう、こうならっていうので言ったのに、はい、こうならってとこ全部切り取って、前提は大事ですよ、利上げ、そう、利上げしますってとこだけ強調して、上田は利上げ前のめりとか言って、みんなでノイズ増幅してヒャーハーやって、そんで暴落した目で、はい、うれ見てたとかとか言ってたんですけど、はい、ぬか喜びと、そうですね爆上げに次ぐ爆上げでぬか喜び、大変なことになって、まあ今回買った人が結局勝つと、ね、いうこと。まあでもそんな、あの、なんていうんですか、言葉でやり合ってもあんまり僕は意味ないと思ってて、はい、あのこれで儲けた人の勝ちです。そうですね、はい、指くわえて儲けられなかった人と、はい、ぶん投げて損した人は負け、はい、あの儲けた人が勝ちってことなんで、はい、まあ、ぜひ皆さん儲けてほしいなと。そうですね、うん、まあ、本当に儲けたいんだったら、はい、八重洲イブニングラボかな。そうですね、ものすごく濃い情報が入ってますからね。そうですね、はい、今回もね八重洲の皆さんヒャッハーしてて、そうですね、なんかね、カズヤさん の、はい、あのライブにね、だいぶ八重洲のできる子ちゃんがお邪魔しちゃったみたいで、で、あの、そうで株が下がった時にやかーみたいな、やったーみたいな感じでみんな書いてたのは、はい、だから和也氏もですね、これジョネさんとこのサロンの人ですよねとか言って、もう分かってしまうんですね。すいません和也さん、ご迷惑おかけします。いやそうなんです。実はうちのコミュでは祭りでした。あの大暴落の日はね、あの俺の投稿にコメントが200個ぐらいついた。そんなについたんですか。行きまーすみたいな感じで、ブーン長期を祈るみたいな。はい、ガンダム行きますみたいな感じで、皆さん行っちゃいました、そうそう、新ロールクリアーみたいな感じで、そう、第2撃想定用意みたいな感じで、そうですね、第2撃終わりますから、ね、大体タイミング的には第1撃第2撃まで放って、はい、3撃ホールドして終わっちゃったんですよ。第3撃歌図じまい、はい、でも私実は3発以上持ってたんですけどね、はい、結構持ってたんですけど最初2発しか打てずに終わり、まあそれぐらいでいいんですよ。まあそうですね、そうそう、はい、あと3段いくらみたいなところまでならずに、まあ、済んでるので、はい、まあみんなすごい頑張りましたね、八重洲のできる子ちゃん、今回はすげえ頑張りました、さすがです、はい、まあ、普段からいろいろ聞いてるので、はい、まあ自然に体動いたみたいな感じですかね、さすが素晴らしいです、はい、まあそんな感じですね、はい、はい、ということで、すいませんこの話ばっかりなんで、はい、欧州ガス価格急騰ということですね。ガスが大変ですね。大変です。あのウクライナ軍がですね、越境攻撃しまして、はい、ロシアに対してね、今日別の動画でもその最新情報上げてるんですけども、はい、スジャというねロシア側の町があるんですけど、はい、ここにねあのガスのねあの配給所っていうかそのエクスチェンジステーションみたいなやつがある、運ぶところですか、ね、そこのねなんかこう分岐のすごく重要なやつがあるんだって、でそこねもうね取っちゃったらしいんですよ。そうなんですね、うん、あのいろんな情報錯綜してるんですけどほぼほぼ取ったと、はい、いうことで間違いなくて、はい、でそれを受けてですねあのロシアのガス価格が、ロシアっていうか、ヨーロッパのガス価格がすでに 5%、はい、急騰してるとかなり上がりましたね、いうことです。でウクライナはそこを破壊するんじゃないかと言ってね、はい、ロシアがこうすごい噂を立ててるんですけど、はい、まだ破壊してない状態でそれですから確保してるだけですよ、ね、そうです、はい、あの思惑だけでも 5% だったんですけど本当に破壊したらもうかなり上がっちゃうんだよね。そうですよね、はい、で実はねここねあのここを通るガスってね、はい、あのチェコとかねスロバキアとかね、あとあそこあのハンガリーとかに行くガス、あ今もロシアから買ってるんですか、 その国々は。でハンガリーとかあの辺ってさ、はい、ちょっとこう親ロシアなんで、そうなんですね。そうなんでそこにちょっとプレッシャーかける意味で、はい、お前ら首根っこ押さえたぞと、ロシアと仲良くするのにガスが安いの、あそうなの、ポチッとなーみたいな、ドーン、そうなりますよね、もう来ねえぞ、はい、みたいな、はい、可能性はあるので、ありますよね、そう、そういう風にちょっとなってるということで、そういう意味があったんですね、そういう意味があるんですね、まあ、ただ原油価格はですね、はい、80ドル下回って今こんな感じですよ、これ原油、あ、なるほど、ちょっと吉田さん手で描いてみてもらいます、初め、今年の4月からの動きです、ここからいきましょうか、はい、はじめこのぐらいでした、はい、6月に少し落ちまして、はい、またこうガーッと上がりまして、ね、はい、また落ちました、そうそうそう、はい、そんな感じですね、以下84ドルまで上がったんですけど現在ですね76ドルですね、ぐらいまで、まあ、今原油価格はまあ落ち着いているということで、はい、この後どうなるのか、どうなるんですかね、いろんな、ね、陰謀論出てます、はい、陰謀論ね、あのね、あのこれあの別の動画でも言ったんですけど、はい、ロシアのね、軍事ブロガー曰くね、はい、今回の破壊はねロシアからのガスがねヨーロッパに行かないようにすることによってアメリカへの依存度を高めるための陰謀なんです、みたいな、
そうなっちゃうんですか。これは最初から計画されていたことだ、アメリカがみたいな感じで、そちらですか言ってんですけど、どうなんですかね、ちょっと分かんないですね。いまだにね、ウクライナ側の作戦意図っていうのは明らかにされてないです。なので、まあ何のためにこの攻撃をやったのか、まあ補給の遮断とかね、プーチン体制を動揺させるとか、いろんなの出てるんですけど、まあちょっとどっちなのか分からないですね。ロシアの収入をこう止めるためとか、あ、それもそうですね。だってウクライナはほら、あのいわゆるその、あの製油所ね、あのリファイナリーっていうんですけど、そこをもう徹底的に潰してますよね。それから備蓄施設も叩いてますよね。今ロシア国内でだってガソリン価格めっちゃ上がってるらしいですから、産油国なのに、産油国なのにガソリン価格が上がってる理由は、原油を生成できないんです。ああ、機械がもうないですね。で、生成できないから原油生のまま市場に出すでしょ。それで原油価格暴落してる。そうなんですね。話です。生のまま買っても使えないですね。そうだ、それはだから精油して出すんです。だからインドとか輸入して、で、石油製品作って輸出してる。なるほど。インドそれで儲けてるって言われてるんですけど。そうだった。でもロシアの幽霊船団めっちゃ今制裁食らってて、港とか寄れないんですよ。大変ですね。そうなんです。だからそういうのもいろいろあってですね。まあ戦争によってちょっとこの資源価格がね、また今どっち転ぶか分かんないと。動きそうな感じがしますね。なんですよね、はい、あとなんかあのチャイナがね、戦争に備えてるかどうかわかんないですけど、あの結構爆買いしてるんですよ ね、 そうですよね、備蓄してると穀物とかもねやってるということ で、そういう意味で言うとね、あのイスラエルがねまた戦争始めるかもしれないと、はい、ちょっと危ないですよね。そうなんです。あのヒズボラのね、まあ、幹部、あとそのハマスのね幹部をまあ殺害するというですね、報復攻撃ね、やりまして、あんなにピンポイントでやれるんだったらさ、ガザもピンポイントでやっとけよとか思うんだけどさ、なんでガザは無差別爆撃でさ、今回のピンポイントなのとか思うんですけど、そうですね、でこれに対してイランが報復するって言ってるのね、で結構きな臭くなってて、で現状はね、空爆ならセーフみたいな謎ルールですよ。空爆はセーフなんですか。そう、なんかあのね、これ なんか面白いですよ、申し訳ないですけど、はい、インドとあのチャイナもよく戦ってるでしょ、はい、で、あのインドとチャイナ山で戦うんですけど、あれはなんかあの、なんていうんですかね、あの火薬を使った武器を使わなければセーフみたいな謎ルールで、そうなんです。有刺鉄線バットとか釘バットみたいで殴り合うのね、痛いじゃないですか、崖から突き落としてもセーフみたいな感じで、で結構なんか戦死出てるらしいんですよ。あの、まあ、チャイナがボコられてるんですけどね、はい、インド軍はね、チベット人の兵士がいて、高地でめっちゃ動けるらしいんですよ。すごい強いですね。すげー強いですよ。ボコボコしてるらしいんですけど、すごいですね。はい、なんか電子レンジじゃないですが、そういう攻撃も前にありました。ああ、ありましたね。あの、あれですね、あのこうマイクロウェーブでね、こうあの脳狙ってくるやつね。そうですよね。そうそう、そんなのとかもあったりとか、いろいろやってるんですけど、あの火薬使った武器使わなきゃセーフみたいな謎ルール。謎ですね。で、今回その、まあ、イスラエルとイランの戦いは、はい、なんか空爆ならセーフみたいな。不思議ですよね。結構危ないですよ、空爆と特殊作戦ならセーフみたいな感じになってて。まあ、ただね、レバノンのね、大使館員に退避命令出てるらしいんですよ、各国の。そうなんですか。はい、アメリカ、イギリスはじめね。退避命令出てるので、はい、地上軍の侵攻。かもしれない。なるほど、レバノンですか、うん、はい、レバノン侵攻って昔あったの、僕ら子供の頃もありました。はい、なんで、まあ、ひょっとしたらレバノン侵攻するかもしれないですが、はい、そうするとまたちょっとね、市場が荒れるかもしれないですよね。そうですね、変わってきそうですね、はい、なんでまあこう遠距離のね、まあその、はい、巻き戻しみたいなね、はい、テクニカルの要因で、まあ、月曜日市場荒れましたけど、この地政学リスクっていう、まあ、これもまあある種テクニカル要因なんですよ、はい、でこれまあ市場荒れるとあるんですが、そうですよね、まあ、これはね、今日ね、まあ、八重洲の皆さんだけでなくね、はい、まあ、ちょっとこのね、YouTube ご覧の皆さんの方にも言ってもいいかなと思うんですけど、はい、相場の格言があります。格言ですね。格言があります。はい。はい、上がったら下がる、下がったら上がるっていうね。あ、そうです。あ、じゃなくて、それはいつも言ってるやつ。いつものですね。じゃなくて、地政学リスクは、売りですか、買いですか、どっちですか。買いですか。そうなんです。さすがカリスマ投資家。地政学リスクは買いなんですよ。はい、これも覚えておくといいかもしれません、ね。わかりました。はい。地政学リスクは買いと。はい。はい、地政学は買いです、ね。まあ、原油ね。はい。とっくに買ってますけどね。買ってますよ、私も。とっくに買ってますよ。はい。はい、買ってますけど、はい、その時にまた KKD のチャンスが出てくるかもしれない、ね。出てくるかもしれないんですけど、ただね、原油 ETF 難しいんだよね。そうですよね。何かが加わってるんですよね。そう、あのね、保管料がね、はい、あの、その、元月終わった時の、その、ロールオーバーの時に保管料取られるんだよね。それで、なんか思ったより上がんないのよね。難しいのよね。気がつかないですよね。そう。あのね、竹中先生も、その、あの、ロシアのウクライナ侵攻の時に、初めて買ったらしい、はい。俺もその時初めて買って。そうだったんですね。なんか思ったより上がりませんね、みたいな話したら、はい、これね、ジョンさんね、ローローマンの時に保管料かかるから、はい、そうなんですかとか言って。そんな基本的なことも知らねえのかみたいな感じ。申し訳ございません。僕ら株とかね、為替専門なんで、はい、コモディティ難しいっすわ。難しい、ね。あれ、現物動かすんで、そう、保管料が入れやすといらんやつとあんのね。
なるほど、うん、いらないのもあるんですね。いらないのもあったりします。いらないというかあのもっと安いのもあったりします。あ、難しいですね、はい、なんでちょっとその辺がねなかなか難しいんで、はい、まあちょっと、まあ、やっぱ ETF じゃないですか。そうですね、うん、ETF っていうかだからあのインデックスね、はい、インデックスの ETF ね、はい、かなというふうに思いますけど、ね、はい、まああの地政学リスクは基本は買いですね。買いで、はい、だまあ今週の月曜日に起こったことは、はい、割とまた頻繁に起こった。これ可能性があるという。5年に一度の危機は毎週やってくるぐらい。恐ろしいですね。恐ろしいですね。どうしましょう。だって100年に一度の危機ってさ、10年に1回ぐらい来ますからね。そうですね。そう、はい、で5年に一度の危機はね、だからまあ割とあのまあ 2,3 年に1回というか、まあ1年に1回ぐらい来ちゃう。ね、1年に1回の危機は毎日来てんじゃねえか。もう恐ろしい。大変です。はい、はい、まあそんな感じで、あ、やべえこんな時間だ。最後のテーマ、ね、はい、最後のテーマなんですけど、はい、中国経済ガチカウントダウンということで、はい、いや今回ですね八重洲イブニングラボにね、はい、福島香織先生お越しいただきましたね。ありがとうございます。すごい話でしたね。素晴らしかったですね。なかなかねその現場の状況で、まあ、福島さんもあの、まあ、チャイナには今行けないらしいんです、はい、香港はギリギリ行けたらしいんですけど、やっぱそのチャイナ、ね、中華人民共和国の中にはちょっと入るの厳しい。色々ありますからね。今行くとちょっと捕まるリスクがあるっていうね。そうです。そう、なんでそのリスクがあるという判断したかって、この話もね、もう実はちょっと濃かったんですけど、お話したいぐらい。すごい、ちょっとこれは言えないんですけど、ね、はい。あの、はい、そのまあ、でもまあ、福島さん向こうの SNS ね、はい、ちゃんと拾って情報をね、まあやってて、あとまあ、現地の友達なんかにもね、はい、あの、まあ、電話取材みたいな感じでやったりとかされてる中で、はい、やっぱりその、庶民の暮らしがね、相当傷んでる。もう大変ですね。うん。日本のロスジェネみたいな話が。はい、もうちょっと出てきちゃってるということなん で、はい、厳しいなと、はい、いうふうに思うんですよね、はい、まあ、私もですね中国経済ガチカウントダウンというシリーズをね人気コンテンツで、まあ、動画でやってますけど、はい、これちょっと日本のねバブル崩壊よりもやばいかもしれないね。そうですよね、うん、日本ってやっぱなんだかんだ言ってさあの時すでにもう先進国になってて豊かになってたじゃん、はい、80年代ね牛肉オレンジ重化とかもあって、はい、豊かになってからのバブル崩壊だったんですよ。なるほど。チャイナは豊かになる前にバブル崩壊しちゃってるんですよ、はい、でこのまま行くともうほぼほぼ中心国の罠入っちゃうし、ね、でさらに言うと社会保障がね、そうですね、はい、もう、ね、お話ししたくなっちゃいます、はい、やばいですよね。そうですね、まあ一個言っとくと、はい、老人ホーム、そうですね、やばかったですね、はい、老人ホームが、ね、老人ホームが大変なことに、大変なことなんです、はい、まあ、老人ホームというよりは収容所、そうですね、はい、まさかそういう状況だとは思っていなくて、まさかのって感じなんで、ですよね、これはねちょっとやばいかもしれないですね。ですね、うん、はい、でもそういう時ってねやっぱね野球を起こすんですよ人間。そうですね、だから日本もねやっぱデフレの絶頂期に政権交代起こったでしょ、はい、ああありましたね。でもう一回民主党にやらせてみようってやらせたら、はい、より悪くなっちゃったと、はい、いうことなんで、そのまあ国としては間違った選択を国民が望むっていう可能性もゼロではない。なるほど。やけを起こした人はですね、はい、あの救済を求めて過激思想に走るというね、はい、歴史法則がありますので、チャイナの人民もですねより過激なね習近平の政策にわーってやるかもしれない、はい、ですね。そうすると台湾危ないですよね。そうですよね、心配です、ね、台湾有事は日本有事ですから、はい、どうなんのということで、本当ですよ ね、はい、いやもう今回だから非常にいいお話が聞けたなということで、はい、まあ、一応ね昨日ですね、はい、あの動画の方でちょい出ししたんです。はい、そのね、昨日のあの、まあ、なんていうんですか、普通のこの、情熱仮想チャンネルの方で、そうなんですね、はい、ちょっとだけ、15分だけですね、まあ、ちょっと前振りみたいなやつをやったんですけど、はい、まあ、詳しくはですね、申し訳ないんですが、八重洲イブニングラボの方にお越しいただけるといいかなと、はい、そうですね、ご登録いただくと動画が見れるんですよ、ね、あ、そうです、講演会の動画が、はい、講演会の動画見れますので、はい、福島さんの動画はね、一応あの来月の、上旬ぐらいまで、あ、そんなに見られるんですね。そうそうそう、あの1ヶ月ぐらい見られますので、はい、そして来月はね、なんとジョネトラダムス、はい、ニューヨーク公演会ということで、すごいです、ニューヨークですよ、お住まいの方ぜひ、はい、あの9月6日、入場無料です。今回はヤエスの会員さんじゃなくても、じゃなくてもいいですか。じゃなくてもいいです。お、はい、無料会員でも有料会員でも登録してない人でもよろしいんですか。よろしいです。わー、すごい、はい、9月6日、あの下のに URL つけときます、はい、申し込みフォームのね、はい、あのぜひお申し込みいただいてですね、はい、9月6日ニューヨーク、ニューヨークですか、ね、日経会館、現地集合、現地解散となってますお近くの方はぜひ、お近くの方も、お遠くの方もですね、そうですね、まあ、ぜひお越しいただけるといいかなと、はい、まあ、日帰りでも来れますから、ニューヨークなら行けますか
まあ一応あの0泊3日ぐらいの強行日程で来ていただければ。機内泊で行くんですね。そうですね。まあニューヨークに朝着いて、はい、夜中の便で帰ると、まあ夜はちょっとね、まあ、クラブでも行ってオールして、あ、いいですね、そのまま空港行くと、はい、元気ですね。グダグダの状態で JFK 行って帰るみたいな感じで行けば、まあ、ギリギリ行けなくもない、行けなくはないですかね、感じですね。まあ、ニューヨークホテル代くっそ高いですから今。あら、そうなんですか。すげえ高いです。どのぐらいなんですか。一泊10万ぐらい。あ、そうなんですね、うん、高くない。俺だって今回ホテルだから5泊ぐらいするでしょ。50万ぐらいかかります。大変です。ホテル飛行機代も超高かった。100万近いですよ。来年はいけるかぐらいの。あ、そんな常に火を灯すような生活をしてますので、いや、あ、高いみたい、そんなみたいなところで、はい、ぜひ9月6日はね、ニューヨークでお会いしましょう。はい、はい、ということでジョネトラダムスフライデー、今日はこの辺にしたいと思います、はい、また来週もぜひですね、プレミア配信ですね、はい、お待ちしてます。ご覧いただければと思います。ということでジョネトラダムスフライデー、また来週。